はい、どうもプレゼント申します。いや、やっと地図目標にしてた300枚集まりましたよ。いや、 YouTube の配信者さんでもう半日とか1日でなんかすごい量集めてた人いたんですけど、どうやってやったんだろう。で、ですね、これですね、財宝の穴の地図、327枚集まりました。で、 SS が4枚と、どうなのかな、 1%、2% ぐらい来てんのかな。いやー、やっとできる。なんで初見ですね。この地図で行けるダンジョンか。ちょっとそこ覗いて、螺旋回路行って、螺旋ガチャ回して、で、ジュエルもまた結構溜まってきたので、また正月ポルカ狙ってって感じですかね。今日のお品書きは。したら行きますか。こっちから行こうか。300もあるんで、両方行けますね。下から行こうか、したら。敵の強さとかどうなってんだろう。一応、敵も許そうでしょう、こんなの。一応スタメンパで入ってみましょうか。どんなんですか。はい、50枚。50個?どんな感じ?はあ、あ、1名しかない。ゼラチンマスター。ゼラチナマスターか。ゼラチナスマター。なんか紛らわしいな。弱えのかな?ちょっと、通常攻撃で投げてみますか。ワンパンとか、そんな甘くない。あ、やっぱ弱えんな。さすがにここまで周回させてる敵も強えとかってあんまりですよね。経験値とかはくれない。おお、すごいな。1回でこんだけ。お、ルージュくれた、ありがてえ。あ、こんなにくれるんだ、プラチナガチャチケットも。なるほどなるほど。ほんで次は一気にいける感じか。これもルージュとかくれるんだ。じゃあ行きましょう。一応スタメンパで。いやー、やっぱり、やることないってのが、辛いんですよね、今。だって僕みたいなまったり勢でもこんな状態ですね。全クリしてて、もうほぼ育成にしか、やることがない。あ、ワンパン。なんかあれですよね。ほんと、昔の FFB の開始した時の、コンテンツのスーパー薄さが原因で、なんかすごいユーザーが離れてしまったとか。あれをちょっと思い出しますね、今の状態。せっかく90万人事前登録あったのになんかもったいないですよね。だから配信者も、そっか、そういうことか。配信者も頑張って周回して、さっさと動画ネタを作ってるって感じなのか。って置いといて、結構出ましたね、プラチナガチャ50枚。へえ、これも最後回しますか。結構ピース系ばっかなんだね。なるほど。したら SS の方行って、螺旋回路ですな。一応螺旋の方29まで登っといて、最後30だけ残ってます。お、これ初めてじゃないですか、スタミナ回復剤中。ここもワンパンなのかな。4回もいける。どんな感じですか。あ、変わった。これがゼラチンマスター、違うゴールデンバウム、いつも見てるやつですけど。これもワンパン。はい。あ、ワンパンだ。同じモンスターでもなんか能力値変えれるんすね。あ、そりゃそうか。昔からスービエとかはそんな感じですもんね。ノエルとか。お、ルジ来た、また。ありがてえ。こんな風に在庫というか、ストックできるんすね。あんまりそんなに、なんて言ったらいいんだろう。
この技覚醒したいなと思ってさーっと取りに行ったら結構すぐ集まるんで、なんかこんな風にくれてもって感じもするんですけどねまあありがたいっちゃありがたいですけど、なるほどなるほど。またプラチナガチャくれた。このジリー持ってないですよね。なんかこのミカエルも持ってない。これも持ってないな。持ってないところ出しやがって。あ、1回か BGM も変わるんだ。どうなんすかねこのイベント。初心者というか始めたての人にはありがたいかもしれないですけどね。まったり無課金税の僕ですらどうだろうって感じなんでガチ勢配信者とかは本当に物足りてないと思いますよ。完全に昔の FFB 状態だな。もったいない。次どういう展開していくんだろう。お、アザミありがたい。モニカとかくれるんだ。こんで4回いったのかな。終了。言うと明日ぐらいまでじゃなかったでしたっけ。チーズドロップ期間1月21日4時まで。やっぱまったり勢でここまでできますよって感じの調整にはなってるんですね。したら螺旋だ。螺旋。螺旋回路30回。29までほぼオートに近い状態でいけたんで。だいぶ成長してますね。パーティー戦闘力27681と。で、あれですね。もうみんな自己回復系持ってるような状態になってます。そう、一番新人のギュスターブくん。もうまあまあ育ってきて、もう5000近いですね。1回でいけるでしょう。いや、なかなかやらしい敵でしたよね、これ。スタンも麻痺も効かないし、とりあえず1体を全力で落として、次の1体で休憩できれば理想なんですけど、なんでこんな30回だけやらしい作りにしたんやろう。一番最後は一番弱かった記憶ありますね、ドラゴンのやつ。OK。優しい。あ、それと普通の殴りだけでお願いしたいです。ちょっと貯めていこうか。よし、頼むぞ。ある程度貯めて次の面全力で抜けてもいいレベルですね。こうやめて 465! やめ、1014は？キュウリ本気出す。あとは一撃だったのか。やらしいなこいつは。やっぱりちょっとここ抜ければチャンスあるんで、ちょっとギュスターブ君には寝といていただいて。はいはい、倒せる？よし。やめて。お、ナイス。今の避けはかなりでかい。てか、もうなんでそのダメージ食らってるやつばっかり殴って。もう、ひどい。ちょっと散らしてほしいな。できれば、ルージュ狙ってくれたらありがたいかな。ちゃんと自己回復。あ、からもう、本当になんで弱っとるやつから殴りがちなの。3人でいけるかな。結構いいダメージ食らうな。普通の殴りでも2000近く当たってますしね。ちょっと心もとないけど、あと1ターン見る？見ましょうか。この辺食らって、本当になんかダメージ食らってるやつだけ狙われた感じですね。この3人無傷だ。はいはいはい。お、腕力上がった。このヘクターやっぱ強いっすよね、ほんと。さあ行くぜ。
3人しかおらんけど倒してほしいな、できれば。2800、ムラヌージュ5600、オッケー、十分でしたね。最後が一番ぬるい、螺旋のてっぺん。よし、無事クリアできましたね、これで。オッケー。てかガチャし放題な気するんですけど。いや、これは時間かかるぞ。とりあえず今のクリアしたおかげでまたジュエル300増えたんで8200、まあそれでもあれか、10回を2回って感じですね。こけら落としです。1日1回限定無料。白カットインからの、おっ S 角幸先いいっすね。うん、出てほしいのはあいつ名前が出てこんぞ、本当に。ユリアン、ありがとうございました。バーバラか、バーバラ、バーバラ、バーバラの S 未だに出てないんですよね。ほんで螺旋ガチャもかなり集まりましたね。91枚、リセットパワーすごいな。あ、でこれも引けるのか、プラチナチケット。5回ガチャ、あ、すごい出とる。こっち先行きましょうか。25枚消費してガチャ5回実行しますか。はい、お願いします。初めて引きますねこれ。あー、これ考えるとガンガン回した方がいいのか。ガチャできるんだこんなに。うかつだったな、舐めてました、ウォード。じゃあガンガンジュエル使って周回してた方がよかったのか。なるほどね、舐めてましたまったり勢の、あー、でも全部かぶりだな。まあただでいただいたチケットなんでまだいけますね。5連茶色カットインからピコンもなし、どうなる。さっきの S バーバラ、おお、レオンいいね。強いことがやっと分かってきました、この初代なのかな、レオン。ロマサガ2の初代皇帝レオン。いや、カブリジェイムズ、クロディア、ミネルバ、あの辺のインペリアルガード系の S とか欲しいな。 S っていうかあれか、ミネルバの、個人的にはミネルバの S が一応バレンシュタインもいるのか、あれとミネルバ全然別ですもんね。じゃあこれも引いちゃおうか。あと4回、なんかスキップ機能ついたらしいですね。使ってみよう。ゲンさん。これはサクサクだな。茶色カットイン。演出だけしっかり見ますか。あ、なんもない。スキップ。クローディア。次。何もない。本当に何もない。ピコンもない。はい、スキップ。ノーラか。このノーラもなんか結構優秀な気がします。デバフ系結構持ってて。何もない。はい、スキップ。モグラ、シエロ。いやー、やっぱタダで引けるガチャは何も出ないっすね。そしたら、螺旋先に行きましょうか。いや、そろそろ本当にソフィア欲しいな。あ、でもシフもいんのか。これなんか、影薄いですよね。強そうに見えて。じゃあ10連よろしくお願いします。茶色カットイン、てか今日 SS 出てないよ、知っとる？出てないよ、ピコンもない。 SS 出てないですけど、
最後の正月ポルカまで取っといてくれるのかな。ミューズかぶりベアかぶりだね。もうこの辺ガンガンかぶってきますね。カールもかぶりだ。 AK はもう全部出たのかな。ウォードもかぶり、ツイリーもかぶり。お誰、これ昔からいたの、アンドロマケ。女のフリーファイター。槍なんだ、そして、ルージュ。アンドロマケ。言うても継承できるようなあれじゃないっすよね、誰か。A とかから。ニュー。ありがとうございます。もう50年できない。単発いきます。茶色カットイン、演出使ったらスキップです。ピコンなし、爆発なし、スキップ。ウォード次、何もなしからの、お S 角ですよ。爆発はない。これは見ましょうか。このピコンだけでも SS 出る可能性もあります。ジェラールか。ん、茶色カットイン。ピコンはない。何ないない、スキップ。ブルー。まあ、ブルーも結構強いんで、ありがたいかな。茶色カットイン。ピコンはない。爆発ない、スキップ。俺の好きなミネルヴァさん。次。何もなし。ピコンはないないスキップ。トーマスか。そう、キャラも増やしてもらわないと被りだらけで何もないスキップ。ビクトール。螺旋じゃ螺旋が終わってしまう。茶色カットイン。ピコンなしなしスキップ。オライオン。おい。ラスト。草カットイン。ピコンなし、なしなしスキップ。はぁ、くん。いや、SS 今日出ないんですけど。ここに溜まっとるパワーが。2回行きます。10連。ポルカ、ください。ポルカ。ポルカだけです。いいです。ポルカ弾ければもうガチャ卒業してもいいレベルですね、正直。お願いします。草カットイン。とりあえずピコンは絶対ある。ない、ピコンない。 S 確定なのに。ウォード、ウォードよく来るな今日。次、アザミさん。はい、ロビン。レオニード。お、レオいいね。ウェンディいいね。トーマス。こんだけ引いて S ないとか、だいぶひどい引きですね。レオニード。ローラ。このなんか剣持ってんのに槍っていうこの違和感。あはー、終わってしまう。うわー、今日ラストですね。マジでいいとこない。結構引いてますよね。お願いします、ラスト。何もなし。こっから逆転ある？なし。あ、ピコもある。爆発ない。どうなる。ひでえな、今日。溜めてきたのに。ミューズ。ブルー。ゲンさん。セフィラス。これ見た目いいのにな。なんか、継承できる S とか SS 欲しいな。ブルー。
あー、ライザ。うわー、やー、ひどい。出る、出そうな気配がね。うわ、終わってしまう。てか、なんなら正月系のキャラも、かすってもないんですけど。あー、もう終わりますよね、正月ガチャ。いつまで？もうでしょう。書いてある？あー、1月21日。あー、明日までか。あー、そしたらメダルももう交換しとかないといけないのか。私はバージニア。みんなジニーって呼ぶわ。これか。1万まで来たのにな。あと5000はちょっときついな。カタリナでももらっとこうか。うわ、3枚だけ。これは効率悪い。3枚なんてだって道場でもらえるレベルですよ。この辺かな。うん。はあ、ダメだったか。てかひどいな、何も出んかった。新キャラ1体だけでしたね。もうちょっと回しますか。一応ルージュのとこですよね、正解というか一番最高率。ここ一応2回ぐらい出ましたかね、このこれ。で低レベル系の、低レベル系あんまり使わないようなやつも育成できて、どれで待ってたんだっけ、これマスターレベルで、もう、ちょこちょこ、スタイルも上げてるんですけど、もうこれは、上に見えてる分ぐらいしか、17とか、じゃなくなりましたね。もともと、あれ、スタイルレベル14で、武器レベル2個ほど上がるんで、少しずつレベル上げてたんですけど、もう今回ので、あらかた、いっちゃいそうなペースですね。どこで見るんだっけ、プレイヤー情報か。体験と体術系は大先に上げましたね。で、やっぱ弓とか斧のキャラが少ないってことがもう丸分かりな感じがしますね。証券はあんまり手つけてないんでレベルが低いです、14。はい、いやー、こんなもんかな今日は。ガチャが残念すぎた。あー、そっか。また、次の何かに備えて、頑張って、ロマサガしていきます。はい。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。